土曜の夜はポンタだよ。はい、今ね夕方です。こんにちは。はい、これからね私香川県の方にトラックを取りに行ってくるんですけど、今日は、午前中に配送の方でジムを終わらせて、はい、今に至ります。ちょっとねちょこちょこ今配送と陸送かぶってるんですけど、一日のうちにいろんな感じで働いてます。というわけで香川県に明日着の福山のトラックを取りに行ってきます。はい、いつものねキャラバン車っていう UD さんのアクティブステアリングの新車のやつです。はい、あれをね、何をしてるのかっていうと、UD さんに持って行って、でお客さんに乗ってもらって、どうですかこれみたいな感じで今ね動かしてるんですけど、あれはちょっと乗ってみて体感してみてほしいなと私は思います。はい、ほんとね積みに積んでるけど感じないもん、すごい。別に回しもんじゃないです。じゃあ行ってきます。フードがあるかないかってさ、めっちゃ重要。はあ、サビ耳が痛い。もうすぐ着きます。またこれをね、福山に持っていくんですね。はい、よいしょ。よいしょ。もうこれほぼ私のやろ。どうか、私のちゃんか、これなんつって、よいしょ、鍵を刺して、はい、はい、よいしょ、ちょっと撮影していこうよ。出発前に傷とかあっちゃいけないんで撮影します。重量積んでるんだけどね、ちょっとそれも嬉しいんだよ。
ローダウンしてるトラックになったらギャーってなるわ。
すり鉢じゃんか。はい、福山の UD 納品完了しました。ここからねバスで帰ろうと思うんだけど、なんか福山駅まで乗せて帰りますよって言ってくれたんで、あんまいちゃおうかなと思います。着きました。すごい助かりました。